皆さんこんにちは。ミシェル真由美です。李新哲です。今日はですね、1月8日から中国が、旅行客に対して、外国人を受け入れる、中国人も海外旅行に行けるということを発表されたことに対して、多くの国々が中国からの旅行客だけではないんですけれども、水際対策を強化したということですね。そのことに対して、日本と韓国に中国がビザの発行を中止しますということを発表されました。多くの国々の中で、なぜ日本と韓国だけがこのような扱いをされなければならないのかということがちょっと分からなかったので、李さんにお聞きしたいと思います。ですね、この日本と韓国に対しての報復、うん、というような形で発表されておりますけれども、特に日本に対してですね、それは何か理由があるのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。はい、はい、お願いします。実はですね、どういうことかというと、12月、はい、初めからですね、12月7日から中国が国内のそのラックとロックダウンを解放したんですね。はい、解放してから、それから1月8日からは外国に対しても解放するんだと、はい、ロックダウン。それまでは外国に出入りすることは自由にできなかったんですね、中国では。はいはい、で、解放すると、中国から観光客が外国に行くと危ないでしょ、外国は。 その例があったからですね、うんうん、例えば、はい、イタリアにですね、その前にイタリアにですね、中国から飛行機が飛んでいったんですけれども、旅客に来たんですけれども、はい、陽性感染者が 50% 以上、はい、一つは 56% が、もう一つ 62% だったんですよ。そんなに大勢の人が、そうです。だから外国が心配しないわけないでしょ。そうです、ね、特に日本と韓国とか、ちょっと近いですからね。厳しい国はですね、うん、はい、それで日本と韓国側はですね、何を対策を取ったかというと、他の国とでちょっと違うんですね。他の国は、はい、例えばアメリカとかですね、はい、陰性証明がですね、はい、あれば48時間、はい、48時間のその期間内の陰性証明書があればそれで OK、 入国大丈夫ですけれども、はいはい、日本と韓国はですね、中国から飛行機乗るときは、はい、陰性証明書必要、はい、48時間ないのですね、うん、それから日本と韓国到着したら、はい、PCR 検査やるんだ、はい、PCR 検査やって、それしかもですね、空港は指定されてるんですね、うん、その空港をその出入り口から出なきゃいけない、うんうんうん、それに対して中国はですね、差別視するんだと、それで韓国と日本に対してですね、はい、報復として、ビザで発行を中止するんだとですね、はい、期限はまだ決まってないということですね。そうですね。なんでこういうことになるかというとですね、はい、実は、はい、日本と韓国よりもっと厳しくやるっていうんですよ。日本と韓国はですね、中国から渡航者ですね、はい、国籍は無論関係ない、はい、そうですね、日本人も韓国人も中国から来れば、はい、みんな PCR 検査するんですね、はい、だから差別視ではない、うん、中国人だけで対してではなくですね、はい、中国から来る人ならですね、はい、外国人も同じく日本人も同じく、はい、検査するんです、ね、はい、で、実はですね、日本よりもっと厳しい対策を取ったところもあるんですよ、はい、例えば、ね、北朝鮮は中国から帰ってる禁止、あ、全然 PCR 検査もない。中国から観光客が来るのはですね、人が来るのを全部止めたんですよ、うん、またモロッコはですね、モロッコは中国から来た方ですね、うん、中国から来る、これでも国籍は関係なく、ビザも、うん、パスポートも関係なくですね、うん、PCR 検査する、はい、まだそれでですね、香港からマカオから来る人は大丈夫だって言ってですね、はい、うん、で、なぜ日本と韓国です、はい、だけに、はい、このようにこの対策を取るのかですね、復習責任を取るかというと、はい、理由はですね、簡単です。韓国と日本はどのようにいじめても大丈夫、はい、あ、そういうことなんですか、うん、これは大丈夫ですよ。ひどいですね。なぜこのようにどのようにいじめても大丈夫かという結論が出るかというと、はい、
日本はですね、うん、日本は中国貿易するんだってね、中国と外国貿易するんですけれども、はい、中国に対して一番大きい貿易その各国が一番多いのはアメリカ、はい、それからは EU ヨーロッパグループですね、はい、それからはアジア、あのアシアンですね、はい、東南アジアのそのグループ、それから日本ですね、はい、国とすれば、はい、アメリカが第一、一番大きくですね、貿易額ですよ、5000億ドルですよ、うん、それから日本、うん、ヨーロッパと EU とその、はい、グループでしょ、はい、で国に対しては日本が第二になるんですよ、日本は3500万になるんですよ、うん、3500億ドルになるんですよ、はい、だから日本はですね、中国にとても依頼している、依存している貿易ですね、依存しているんですけど、うん、もし、中国と日本の関係が、はい、中国はですね、日本をいじめて、日本がもっと強いその態度ですね、日本、うん、韓国、中国に反発すると貿易を中止する、うん、どういうそのことをですね、うん、思って日本を脅している、うん、韓国も同じく、うん、だから日本はですね、はい、弱い、確かに弱い、うん、立場が弱いということ、日本はこれにこの対策に対して日本が抗議したんですよ、はい、ただ抗議しただけで何もやってない、うん、韓国の方はですねちょっと強い、うん、韓国は何かというと1月3日ですね、実は中国からの渡航者がですね、はい、複数の人にその陽性ですね、はい、感染が確認できれたから PCR ですね、はい、それで隔離しようと、はい、隔離するために感染者をですね、みんなホテルに連れて行ったんですね、はい、で手続きある時に一つの男性が逃げたんですよ、はい、逃げて、それから逃げるとその感染が拡散するんでしょ、そうですね、それで韓国が指名手配してその男を捕まえたんですね、捕まったということは素晴らしいですね、うん、そうそうね、警察の力という、ね、うん、だから韓国は非常に強い体制を取ったんですね、だから、はい、アメリカが、中国が韓国に対しても復讐対策を取った時、はい、韓国はですね、日本のようにただのその抗議だけしてない、うん、何か言ってるかというと、中国がその韓国に対してビザ発行中止するだと言った後、韓国は直ちに香港からマコウから入る人も PCR 検査するんだと、はい、今回は強い体制を取ったんですね、うん、それだけじゃなく、うん、昨日かですね、昨日、一昨日かですね、はい、韓国のその、外務省のそのこう責任者がですね、はい、中国に対するその何かというと、中国に対するんじゃないです、サードということはミサイル、北朝鮮がずっとミサイル発射するんでしょ、韓国に対しても日本に対しても、それは危ないでしょ、はい、だからいつか北朝鮮が韓国にミサイル発射するかもしれないから、はい、文在寅の時ですね、文在寅の時、うん、2016年の時に、うん、アメリカのそのミサイル迎撃システムですね、迎撃ミサイルシステムを設置したんですね、韓国で、うん、サードというものを、うんうん、それに対して中国は非常に強い反発したんですね、うん、観光客も中国に行かないようにしてですね、うん、韓国からその、ミサイルを設置する場所は、はい、ロッテという会社ですね、大きな会社です、大手会社ですけど、うん、この会社のゴルフ工場、ゴルフ場ですね、うん、ゴルフ場を貸して開けたんですね、公衆その会社がゴルフ場をその置く場所にしたんですか、そうそう、置く場所にしたんですね、うんうんうん、だからロッテの会社の、うん、その支社がで中国にたくさんあるんですよ、うん、店、だから中国人がその会社のですね、会社を破ったんですね、壊したり、うん、韓国人を投げたり、うん、殴ったりしたんですね、うんうん、それで文在寅がですね、その時サードの設置を中止したんですよ、あ、弱くて弱い体制を見せたんですね、うんうんうん、それでそんなことがあった、それが2016年のことですね、はい、2016年のことですけれども、うん、今回中国がその強い体制だったんですよ、はい、韓国に対してビザ発行中止するんだ、はい、そして外務省はですね、うん、外務省は何かというとそのサードを、はい、サードの設置を再開するんだと、え、韓国がですか、うんうん、強い体制を見せたんですね、強気ですね、うん、それからなんかその強い姿勢を示されるとなんかこう日本も何とかしないとしてほしいなみたいな気持ちになりますけど、ね、そう、それだけではない、韓国の今の大統領ですね、えええー、こう今の大統領何かというとですね、うん、
北朝鮮がですね、今のようにずっとミサイル発射すれば、はい、韓国ですね、アメリカの軍隊もう一回呼び戻してですね、核兵器を設置するんだと言ったんですね。このように強い体制を取った時は中国はですね、はい、何も言わない、黙ってるんですね。あ、黙ってる、様子見るってことですか。ああ、中国共産党は何かというと、特徴がですね、一つは、弱い人にはいじめろ、強く出せろ、強い人には弱い、何も言わないってことは、韓国のそのサード、に対して脅威を感じてるってことですか、中国が。そうですね、あの強く立ったんであったから、中国共産党が弱めにして、何かというと中国の言葉では、チーラン・パーインというんですね。チーラン・パーイン、弱い人はいじめる、強い人は恐れて何もやるということ、意地悪ですね。ただそういう方から、日本はそんな態度やって取っててない、日本はね、なんだ抗議するだけですからね。そうですね、中国のその何かというと、チーラン・パーインということはですね、韓国とか日本だけではないですよ。はい、アメリカに対してもそのような態度だったんです。例えばですね、トランプ大統領の時は、トランプは非常に強い体制を見せたんですね。習近平に貿易戦争をやって、税金のですね、税関税を 25% まで上げたってね、あるんでしょ。それに対して最初は習近平がやったんですね、同じ政策を立ったんですけれども、貿易のその差がですね、とっても、中国は私5000億でしょ、中国から、中国は5000億ですけれども、アメリカは中国から買うものですね、130億ですよ。そんな差があるんですか。だから相手にならない。だから喧嘩にならないってことですね。喧嘩にならない。だから最初はトランプがですね、少しですね、税関関税を上げた時は、習近平が同じくですね、25% 上げたんですよ。で、上げる時トランプが言ったんですね、復讐の対策を取らないで、取ったら大変なことになるんだと言ったから、習近平やったんですよ。やったらトランプが3000億で、3000億に対して税関税を上げたんですね。そうすると、おとなしくなって何もやらない、言ったんですね。またもう一つ、初めの、 そのトランプとその習近平が面会するときですね、アメリカで面会するときですけども、それも日にち私覚えてないですね、その直前、その前の日にですね、トランプがシリアに対して150枚のロケットですね、発射して、シリアのその化学兵器、シリアの化学兵器工場とかですね、そんなものを破壊して、徹底的に破壊したんですよ。それを何かというと、トランプがですね、強さを見せつける、習近平に見せるものですよ。じゃあ、あなたいたずらするんです、いつも台湾のこととか何言うんですけど、なんか南シナ海のこととか言って、いつもいたずらするんですけれども、私をやるとやるんだとですね、そんな人物だと、トランプがそれを見せたんですね。それに対して中国は一言も言わない。ああ、そういうことなんですね。そうですね。だからトランプに対しては、中国はですね、弱かったんですね。今度は、バイデンが政権になったんですね。で、バイデンはちょっとバカみたいに、バカみたいに、何かというとポケットみたいに見えるんでしょ。それで、バイデン大統領が1月20日就任するんですね。で、就任してからは、3月に、中国とアメリカですね、アメリカその2対2のですね、会談があるんですよ。会談、会議。アメリカのその、国務長官と大統領補佐官ですね、両方ですね、その会談するんですけれども、挨拶でですね、両方のその責任者が 1.5 分、1分30秒間の挨拶の言葉をするんですね。はい。で、ブリンケンが先に話してですね、話した後、中国が話すんですね、話す時、終わらない、その挨拶の言葉が、終わらないだけで、ずっとアメリカに対する責める言葉、非常に中国語ではですね、攻撃的な言葉、アメリカですね、一部アメリカはいつもですね、中国をいじめるとか、全世界でですね、覇権の実施しているとかですね、そういうことやるから、中国はでそんなことを認めないとかですね、そのやって、その会談ができなかったんですよ、アメリカ、中国とのアメリカの会談が。それが有名、一番有名な事件になったんですけれども、つまり、アメリカに対しても、
アメリカは 弱い体制を見せると中国共産党は非常に強い体制を見せる、そういう形、日本に対しても、日本がですね、本当にですね、日本も今回ですね、実は中国がですね、日本に対するビザ発行を中止したんですね、日本も同じく中止すれば中国は何も言わない、あ、何も言えないですよ。実は中国、中国は何かというと、日本に対してビザ発行を中止したんですね、中止したんですけれども、日本から行ける人は全部行ける。本当に中止しない。あ、そうなんですか。そう、やり方、そんなやり方ですよ。だから中国からも行ける人は中国共産党に必要な人なら特別としてビザ発行する。特別枠みたいなのがあるってことですか。だからそれは自分の体制を見せるだけで、日本に、全世界にですね、私こんな偉いだと見せるだけで、実質的にですね、日本の、日本の政治家、新中国ですね、中国に親しいその政治家が行きたければ、今日でもビザ申請すれば降りてくる、必ず、そんなことをやってるんですね、だから日本はですね、いつも弱い体制を見せる。私もいつもよく言うんですけども、日本はですね、かつて侍がいたのかと考えられるんですよ。日本は、かつて侍だったんじゃないのかって言いたいってこと？そんな人がいたかな。今いたらなかったみたい。今の日本の政治、そんな人が見られないってこと？見られない。日本の政治家の中ですね。政治家の中。やっぱ敗戦したことがこう原因なんですね。原因かもしれないですけども、もともと日本人は優しいですね。私見たら、でもやっぱり戦国時代とか皆さんやっぱ戦ってましたけどね、時代によって、ね。でも今は武士とかないですね。だから侍はいらないですけれども、その精神ですね、それは必要ですよ、国として。あの自分の国がいじめられる場合はですね、それを守らなきゃいけないですね。戦争やられっぱなしじゃいけないということですよね。そうですね、戦争でする起こるか起こらないかはですね、ただ一人二人のその秩序体制を見せるから起こるものではないですよ。だから戦争もですね、起こる必要な時は起こっても仕方がないでしょ、のずっといじめられるならですね、それはいけないですから、強い体制を見せなきゃいけないですよ。だからなんかこういい具合でこうね、あの折り合いつけたらいいなっていうのが日本の在り方みたいな感じはするんですけどもね、なかなかでも優しい日本人、優しいですけれども、私いつも言うんですけれども、何でも限界があるんです、その限界を超えたら優しくないですよ、それって。だから全体的に言えばです、なぜ日本に対して韓国に対してこのようにですね、実はですね、日本と韓国が、中国人に差別したのではなく、中国政府が日本と韓国に対して差別してですね、他の国も、アメリカもヨーロッパ諸国もですね、あの中国から来るその韓国客に対してですね、陰性証明書で24時間内の陰性証明書を必要とするんですよ、みんな、取っているんです、韓国と日本がですね、ちょっと強くで、PCR 検査やったんですね、でこれよりもっと強いものもあるんだと、北朝鮮とモロッコあるんだと、なのに彼らに対してはこのように差別しない、だから日本と韓国に対してやるんだと、これは実は、実は中国が日本と韓国に対して差別しているということですね。そうですね、分かりました。今日はリーさんにビザ発行中止したことについての理由をお聞きすることができました。とても勉強になりました。リーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんはいかがでしたでしょうか。次回ですね、また違うテーマでお送りしたいと思います。皆さん、今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。